はいはい、パーマは癖なんですよ。じゃあその癖の状態も含めて。はい、ビフォアの状態はもともとレイヤースタイルが割ともう伸びきってて、でなのでトップ あの髪の毛がちょうど鉢の部分に溜まってて、まあ、頭がちょっとこう大きく見えてる状態というか、そんな感じですね。で癖もまあ全然切ってない状態がちょっとだけあったので、あのちょっとゴワゴワして広がりにつながるような感じだったっていうところですね。カラーは基本地毛かな。なので、はい、ただまあちょっともともと少しこう明度があるので、まあ、染めるとしたらって感じですけど、ビフォーの状態では基本的にはあの地毛ですね。はい、はい、はい、カットはまあちょっとウルフベースにしてちょっとおしゃれ感を出そうかなと思ったので、まあ、レングスはあまりこう変えずにちょっとこう毛先整えるような感じにして、でまあさっき言ったみたいにトップの部分のレイヤーを、まあ、伸びた分、まあ、1-2cm ぐらいですか、2センチぐらいですかねを切って縦長のフォルムにして、まあ、鉢に溜まってる毛をなくしたって感じですかね。はい、ちょっと